おはようございます。今日はですね、カエデ持ってきました。 KED の4番、じゃん、見づらいね、はい、じゃん、こんな感じの何度も出てきてる KED4 番でございます。また枝が徒長し始めたので軽いお手入れやっていこうかなと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。今日育てていくのはこちら KED の4番でございますと、はい、こんな感じの相関樹形となっているカエデ、なかなかいい感じにできてきてるね。こいつはね、取り木で取ったやつで、去年かな、外したのが。で、まだまだ養成段階、取り木外して落ち着くの待ってるっていう状態のカエデでございます。足元がこんな感じになっていて、ピントが合わねえな。あったあったあった、足元が、うわ、はい、足元こんな感じになってて、まあ取り木外したんだねっていうラインがちょっとだけ見えますね。なんか根っこの走り具合がよろしくないように見える。はい、こんな感じのカエデさん。これ二重鉢にしてて、下の鉢には土入れてないんですけど、さっき抜いてみたらすごいことになってました。土がなくても走る、根が飛び出て走ってるっていう感じですね。まあまあまあ自由にしてくれということで、この管理は続けていこうかと思っていますが、現状こんな感じね。で、今日はまあ大したことやるつもりはないんですけど、徒長枝あるんで、まずこいつ落とします。1本2本、もうこの木はね、枝作りの段階に入ってるんで、あまり太らせたくないですよね。だけどある程度木自体に元気は乗せたい。なので、まあ通常管理かな、カエデにとっては通常管理なんですけど、軽くピューッと伸ばして目摘みする、切り戻すっていうことを繰り返していく感じですね。うわ、簡単な作業だったな。秒で終わってしまった。上から見るとこんな感じで、まあ若干輪郭はみ出てるやつは切ってもいいかな。軽いハスカシの意味を込めて。でっかいな、葉っぱが。まだね、葉数が足りてないんですよね。葉数、枝数。もうちょっと枝込んできてくれるとありがたいなという感じ。まだね、なんか、別にハスカシがっつりやってるわけでもないのに、この隙間があるんですよね、葉っぱと葉っぱの。だから全然枝足りてない、まだ勢いが足りてないっていう感じですね。もう少し樹勢乗せてやらんといかんな。若干下の枝の方がね弱い、上に比べると樹勢が乗り切れてないですね、この辺の枝は。で、上の方は旺盛なんでね、がっつり詰めてあげてもいいんですけど、これ長いな。どうなってんだこいつ。これ長すぎるんで落としておきましょう。もうちょい下から拭き直してください。よろしく。これも一緒っすね、もうちょい下からよろしく。これでまた葉っぱの量減っちゃうんだよな。まあまあまあ、拭き直してくれれば OK としましょう。細かいけど、こういう切り戻し残しもしっかり切り戻していきましょう。他ないかな。これも下まで追い込んじゃいましょうか。ここまで。よっと。こんな感じね。はい、お掃除完了。こんな感じになりました。はい。まあこの木に関してはまだまだ足元全然できてないんで、足元、ボディはあるけど、この座の部分ね、もう少し粘りを整えていければなと思います。粘りなんで、まだまだ
全然時間かかると思いますが、じっくりじっくり持ち込んで、持ち込みつつ管理を楽しんでいくっていう感じですね。はい、楽しみな一鉢でございます。綺麗になってすっきりしてよかった。はい、じゃあ本日の作業終了です。はい、本日の作業終了でございます。 KED の4番、こんな感じになりました。まあ途中枝取っただけなんで、まあ大して変わんないんですけれども、はい、こんな感じになりましたよと。でこれすごくないですか、これ20鉢管理。もちろんこっちには土入れてないんですけど、こうやって管理してて、まあ、上の鉢をね乾きやすくするためにこういう管理してたんですけど、それでも下には水分があるみたいですね。若干水分があって、そこに根が伸びてました。まあ土なしで20鉢管理ができるんで、俺はこれでいいかなと思って、根っこは切らずにそのまま放置して徒長させようかなと思っています。で粘りがねまだまだいまいちなんで、この木に関しては毎年植え替えでもいいかなレベルで、ちょっと来年一回植え替えしてみて、まあ、その年の成長の様子とか見ながら相談なんですけど、まあ、楓は強いんでね、毎年植え替えでもいいと思うんで、その毎年毎年この根っこをね綺麗に整えて植え替えて、整えて植え替えて、で綺麗な座を作るような努力をしてみようかなと思っています。忘れなければ毎年植え替えていこうかなと思います。植え替えの時期になるとね、忙しくて植え替える必要があるものがいっぱい出てくるんで、あれもやんなきゃこれもやんなきゃっていうことで、このパッと見た時に、あ、これまだいけんなって言って放置する可能性はあるんですけど、忘れなければこいつはね毎年植え替えやって粘り整えていくっていう調整をしていこうかなと思います。はい、長くなりましたが、こんな感じで今日の作業は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆様も盆栽楽しんでください。バイバイ。